アントニス・フォーチスは、ギリシャのプロバスケットボール選手。アッティカ県アテネ出身。ポジションは、パワーフォワード。209センチメートル、113キログラム。1996年、ギリシアコスにて15歳で、プロデビュー。1997年、パナシナイコス BCA 席。1998年からの A1 リーグ3連覇を含む4度の優勝。 2000年のユーロリーグ優勝に貢献するとともに、1998年には U-18 欧州選手権で3位に輝く。2001年の NBA ドラフトでメンフィスグリーズリーズより全体48位指名を受け契約。しかし出場したのは28試合にとどまり、1シーズンで退団。その後帰国しフルスパナシナイコス BC に復帰するが、2003年。 レアル・マドリードに移籍。2005年にはリーガ・コブ優勝を果たす。同年、MBC ディナモ・モスクワに移籍。2006年のアレブ・カップ優勝に貢献。ギリシャ代表として地元開催のアテネ五輪に出場。2005年欧州選手権で優勝を経験し、2006年世界選手権で準優勝メンバーとなる。北京五輪にも出場。ありがとうございます。